Hey guys, my name is Moon, and welcome back for more Yakuza 0. So today we're gonna start Chapter 7. We're gonna shift to Majima-san, and let us begin. Yes. A dark escape. Makoto? ソファーやらそこら中詰まれとる。うろうろしたら怪我すんで。何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前寝ろうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。 そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。そのマキムラマコトはお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か。それはお前なんか。せやったらそれがヤクザに追われとる理由か。知りません。私は何も。 あなたは誰なんですか？ あ？ 俺か。 A concerned citizen. しょうもない男や。 え？ 人一人殺すこともできん。 最低の。 殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見えん女とは知らされんかった。けどお前を狙ってたんは俺だけやなかった。お前って何者なんや。コウモリの入れ墨いうのは何や。 なんでそいつを探っとった。いや、リーさんは。リーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた。でもさっきはすぐ会えて。安心せえ。あの男何者かわからんが撃たれる時ちゃんと吸収外しとった。 あの出血ならしな。本当に。用が済んだらあの男に会わしたる。けど、その前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。This shot though. Are they gonna What do you call this? Romance. Is there gonna be romance? 殺しに来たんなら、なんで助けたの？なんで殺さないの？お前は殺されたいんか？ どの道、お前生かしとることがバレたら、お前も俺も。 俺の雇い主に消される。せやけど、なんでお前が狙われとるかが分かれば、少しはやりようがあるかもしれん。コウモリの入れ墨いうのは何や？なんでその男を探しとる？それは、そいつがヤクザ雇ってお前を狙ったかもしれんのや。今更隠してもしゃあないで。 コウモリの入れ墨の話なら、リーさんが知ってる。あ？リーさんに聞いてください。そうすればわかりますから。本当やろな。
その話もっと早言えや。え、いくら急所外しとっても銃で撃たれたんや。出血多量で死んでしまうかもしれんやろ。あなた、さっき大丈夫って。まさも方便ちやつや。ええか、死にたなかったらこっから出るんやない。絶対やぞ。はい。例の一つくらい言うてったらどうや。山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんたに菓子作れんなら安いもんやで。けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて、あんたもええ趣味してんな。女のことは他言無用や。大胆な男やな。そんなもんライバル店の支配人に頼むことかいな。俺がこの秘密触れ回るとは思わんのか。このことがある筋に知れたら俺はこの町におれんようになる。もしそうなったらあんた困るやろ。ああ、グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその争点ぼるや。どっちかの店だけになれば町自体の客足どんだけ減るやろな。野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べん。オデッセイだけで試合は盛り上がるんで。なるほど、さすがは夜の帝王ちゅうわけかい。わかった、あんたの秘密の趣味は俺の胸にしまっとくわ。せやけど菓子は菓子や、忘れんといてや。ああ、せや、真島はん。ああ、んたキャバクラには行かはりますか。キャバクラ、ああ最近増えてきとるらしいの。グランドやオデッセイみたいなキャバレーとは少しちゃうらしいが。せや、キャバレーのように時間制のお会計で高級クラブ並みの接待を受けられるっちゅうんでキャバクラ言うようになったんや。まだ行ったことないが、それが。ほな一度行ってみたらええ。蒼天堀の夜の帝王がキャバクラ知らんやなんてよそに知れたら笑われます。ほう、そんなええもんなんか。ええ、これからは間違いなくキャバクラの時代や。男も女も必ずキャバクラに流れる。キャバレーはもってあと数年ってとこやろな。そこまで言うんやったらあんたもキャバクラやったらええやないか。台所来るし言うてもそんくらいの金あるやろ。もうやったわ。けどあかんかった。なんやと。ま、いっぺん見てきたらええ。あんたにもすぐにわかるはずや。キャバクラを制す者、夜の街を制する。その言葉の意味がな。チート喋りすぎましたわ。ほな。 Okay, I guess we're gonna start the cabaret club. I remember someone, what's his name again? Mr. Moneybags, right? He mentioned it last time?But we'll see. Maybe we'll do it later. We'll start it, I mean, later. Okay, gotta track down that big guy, Lee. I wonder if he's still at the Hōgoshi Kaiken. What's that now? 6, 5, 8, 10, and 5-1. That's a dragon tiger. And come, I guess I'll swing by if I can. Do we go there? Or... Dispatch. I don't use this anyways. Yeah, I don't want to go here.Like, we just battle and battle. Where are we going? It was very close, though. Utahime. Okay, let's go. Okay, we're here at Hōgoshi Kaiken. Where is it? The entrance, I mean. Mr. Lee, it's Carter. Are you here?
There's a lot of blood though, but he's not here. He's gone. Where the hell did he disappear to? All full of holes. It's gonna be him. He basically fixed himself. Oh no! What the hell is this? Dare you, man? What is this? Damn it! What the hell is this?私関係ない。リさんの着替え取りに来ただけ。リーの着替え？ほなお前ここの店長の居所知っとるのか？リーはどこにおる？無事なんか？リさん今私の病院いる。なんやおっさん医者か？この辺りの中国人、みんな私の病院来る。李さんも昨夜駆け込んできた。そんな病院どこや？いや、でも。俺は李の味方や、先生。あんた、ここにおった誠という女知っとるか？誠？知ってるよ。李さん、あの子のこと、とても心配してる。俺はその女に頼まれてリーに会いに来たんや。せやからあんたの病院どこにあるか教えてくれ。はよ言わんと痛い目見るで。わ分かったよ。私の病院小福町西にあるジャンバラヤってジャンソー。マジョン、私いつもそこで患者見てる。オッケー。ジャンソーで病院？闇医者っちゅうことか。もう言っていいか？いや、俺が探しとることをリーには内緒なんや。Okay, we knocked out the good doctor. しばらく寝とれ。しばらく。Okay, we're at the Mahjong parlor right now. Oh, he's right there. He's playing Mahjong.Injured like that. Oh, so so cool to omototta de. Angai osokatta yanai ka. Nan ya to? Sonai koai kao sunne. Anta, ore ga kuru koto omitoshi yatta chun ga. Ma, soutei no hanii nai ya na. Washi o tada no harushi to omowan hou ga ee de.ゴッドハンドやさかいな。ゴッドハンド。ああ、あかんあかん。そんなん通るわけないやろが。そのとん、当たりや。うわ、そりゃないよ、リーさん。お前、下手すぎや。萌え、そこの新顔と変われ。あんたもええやろ。せっかくこないなところまで来たんや。わしは一度な。殺し屋っちゅう人種と麻雀打ってみたかったんや。I don't know how to play this though. 怪我人にしちゃ元気そうにしとるやねんか。アホ抜かすな。死ぬほど痛いわ。腕が動かへん。あんたと変わってやりたいわ。あんた。あの女がどないなったか聞かんのか。誠が死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。一線越えんで踏ん張っとるっちゅうとこや。人殺せん男がなんで殺し屋なんかやっとるんやな。顔を見ただけで何がわかるっちゅうねん。ホンドラみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんでいい。わしにはわかるんや。なんでも。それロンや。悪いな。マコトは怪我しとらんのやろな。なあ。女は無事や。安心せえ。そうか。そしたらあれか。
お前がここ来たんは自分が生き残る策を探ろうっちゅうことか。下手打った殺し屋が雇い主に殺されんようにな。言うとくけどな、俺はまだあの女殺さんと決めたわけやない。俺以外にもあの女狙ってた連中がおったな。あんたの体に銃で穴開けたヤクザどもや。それがどないした。やつらはなんであの女狙うとる。そんなもんお前の雇い主に聞けや。そいつも誠狙っとんのやろ。女が狙われとんのはお前らがコウモリの入れ墨嗅ぎ回ってるせいなんとちゃうか。さあどうやろな。リーさん大丈夫だったか。あれ、ダークズだ。応援かき集めてきたよ。そいつリーさん狙ってる。ふん、なかなか楽しかったで。まだ話は終わっとらん。俺が敵か味方もわからんやろか。You got a sword though, look. それでもやるんか。敵か味方かわからんのやったら殺した方がマシや。それがこの町の中国人の流儀やで。聞く耳持たんちゅうわけかい。お前ら遠慮選んでぶちかまされ。Okay, are we beating all of them with Mr. Lee? Okay, Mr. Lee is watching. Jesus! Oh my god! なるほど。出来損ないの殺し屋っちゅうわけでもないか。ちーと甘く見とったわ。あんたらの島を荒らす気はない。あの女がなんで狙われとるか知りたいだけや。誠の狙われる理由がコウモリの入れ墨の男や言うんやったら多分関係ないで。なんでそないに言い切れる。誠から何も聞いとらんのやな。あの女がお前に聞け言うたんや。あの子は自分の口から言いたないだけや。どういうことや。あの子はな、コウモリの入れ墨の男のせいで目が見えんようになったんや。何？誠は2年くらい前初めて大阪に出てきた。身寄りも行くあてもないただの18歳の女の子でな。住み込みのホステスやったりいろんな職を転々としとったらしい。せやけどそれは蒼天堀の裏社会にとっては格好の餌食やった。格好の餌食？せや、誠に近づいてきた悪い男がおってな。口八丁で誠に身寄りがないこと嗅ぎつけると急に人が変わったそうや。あの子が逃げられんようどこぞの俺に監禁した。そいつは何の目的でそないなこと。金や。金に決まっとるやろ。コウモリの入れ墨の男は誠を金で売り飛ばしたんや。ある韓国系の組織にな。そっから毎日あの子が朝から晩まで何させられとったかは皆まで言わん。ただあの子の目が見えんようになったのはそれが原因や。極限状態のストレスから来る心因性視覚障害。So it was trauma. Okay. 火も刺さんような暗がりで
あの子が自分の目で最後に見たんが、そのろくでなしの腕にあるコウモリの入れ墨や。けったくそ悪い話や。そんな誠をわしが拾ったんが、つい半年くらい前や。あんたらはその復讐のためにコウモリの入れ墨を探し回っとるっちゅうわけか。誠は自分と同じ目に遭うやつを他に作りたないんやと。なんやったらわしが確実に殺したるけどな。コウモリの入れ墨皮ごと剥ぎ取ったる。けどこれで分かったやろ。言うてもコウモリの入れ墨は街で自分の顔さらして女さらう程度の小物や。そいつが今誠の狙われとる理由とは思えん。チンピラに雇われてあない行さんヤクザは動かんやろ。せやったら他に心当たりはないんか。ないな。わしの話はこれでしまいや。あの女は小福町通りの春ビルの中におる。オデッセイいう店が倉庫に借り取る場所や。お前わしに誠返してもうてええんが。誠のこと殺さんで雇い主とどないなしつけんねん。殺されんでいい。それに誠も結局代わりの殺し屋に追われるだけや。せやったらどないせっちゅうね。逃げきれんこともないで。一つだけわしらもお前もヤクザから逃げ切れる手がある。せやけどそれは劇薬地味た手や。大事なもん守るためにはそれに見合う犠牲が必要になる。あんたの協力も必要や。俺の協力？せや。ただわしの考え聞く前にやるかやらんかこの場で答えてもらわなあかん。でどんなことでもやるか。そんだけの覚悟があんたにあるか。どの道このままやったら俺はしまいや。やるかやらんか聞いとるんや。どうなんや。ええやろ。やっとるわ。そうか、わかった。せやったらあんたは誠んとこに早帰り。今日んとこはあの子の面倒を見たってくれ。え？わしには急いでやらなあかんことができた。何する気なんやあんた。目処がついたら教える。それまでは秘密や。この先あんたと連絡つけるにはどないしたらええ。キャバレーグランドや。夜になったらそこにおる。俺はそこの支配人や。ほんまか。あんたがあのグランドの。飲み代は心配すな。俺のおごりや。ふん、分かった。とにかく夜になったら連絡する。あんた名前は？マジマ五郎や。五郎。マジマ。Okay, whoever that lead guy is, he's a piece of work. Nothing I can really do now but go check on the girl, I guess. But it's nice though that we had that scene there. We learned a lot about Makoto, right? What happened to her, how she became blind, and all of that stuff from Mr. Lee. So that was pretty good. Okay, so let's go to Makoto again. Come on. Okay, we're back. Makoto, are you here?おとなしくしとったか。リさんはどうでした？無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ弾やないな。ピンピンしとった。そっか、よかった。でもそれじゃ
あの話も全部聞いたの。ああ、長いこと偉い目に遭ったんやな、お前。いや、今も似たようなもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰や。けどコウモリの入れ墨のことは多分お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。そう。辛いこと思い出させたな。少しやけど俺もお前に似たとこがあるんや。俺は片っぽだけやが目が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと監禁されとった。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。俺には片目残っとった。お前よりだいぶマシや。こんなん言うても慰めにならんか。そのなんや、かえって余計なこと言うたな。あ、せや、腹減ったんとちゃうか。なあ、ゆうべから何も食うとらんもんな。大丈夫。アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ないときは食うに限るでな。すぐ食うもん買うてきたる。なんか欲しいもんあるか。それなら焼き。なんや、やっぱり腹減っとるんやないか。わかった、ちょ待っとけ。ええな。Okay, we need to get some takoyaki. And I thought dealing with professional women was rough. Well, let's get her some food for now. She said she wanted some takoyaki.But yeah, I like the scenes though that we're having. Last time with Nishiki and Kiri, right? And now with Makoto, Majima, Mr. Lee. The scenes are pretty good. Okay, let's find. Okay, I guess we can buy some takoyaki right here. いらっしゃいませ。I just made a fresh batch, so get them while they're hot. Takoyaki. Piping hot takoyaki. 200 yen only though.Very cheap. Okay, thank you. Make sure you eat them before they get cold. Okay, got the takoyaki. Let's get it back to her before it gets cold. And now we're heading back. Let's go. Okay, Makoto, I got your takoyaki. Right here. Oh, cold it's here. Takoyaki.ありがとう。少しは落ち着いたんか。うん、でもお腹空いた。それでええんや。人間腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ、今食わしたるわ。
あなたは目どうしたの？ん？その片目がなんで見えなくなったのかなって。ああ俺の場合は怪我っちゅうかな、事故みたいなもんでもう完全に潰れてもうだ。そんな。もう一つの目は残っとる。別にそれで十分や。かわいそうな。あうか、お前の方がよっぽどやろ。私の目は視因性だからいつか治るかもってリーさんが。そうなんか。なら望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でもあなたの目は。もう慣れとる。そない不自由しとらんわ。せいぜい男前が台無しになっただけや。男前なんだ。目が揃っとったらな、お見せできんのが残念やで、ほんま。残念。少しは笑えるようになったか。うん？なんやお前、時計しとるんか。え？うん。見えへんのに決対なやっちゃ。まあね。でも可愛いでしょ。せやから見えへんのやろうちゅうとるやろんが、まったく。わかってるよ。でもね、これオルゴールの曲が鳴るの。それがまた可愛くて癒されるんだ。うん？どないな音や。今は鳴らない。だって時計が壊れてるから。なんやねん。でも捨てられないものってあると思わない？他人から見れば全く意味がないけど、自分にとってはなんだかすごく大切っていうか。目が見えなくなって、時間もわからなくなって、時計も壊れて、音も出なくなって。だからわかってるよ、そんなもの必要ないって。でも私がまだ元気だった頃の証なの。それを捨てちゃったら私は本当に。お前。でもまたあのオルゴールの音聞いてみたい。わかるで。え？捨てられんかったら持っとりゃええ。持っとりゃきっといつかええことある。いつかいいことか。ん？どないした？やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。おい。いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ。感謝してる。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。大丈夫。私、強くなる。強くならなきゃ。アゼア、まだ言うとらんかったけどな、リーノさんはなんややることがある言うとったわ。それが済んだらここに迎えに来させる。それまでもう少しの辛抱や。うん。どこか行くの？
そろそろ仕事の時間なんや。佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。佐川？知らない。そうか、佐川も誰かに頼まれただけかもしれんな。けどなんでお前みたいなんが極道に狙われるんや。あなたはその佐川って人に脅されてるの？似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美をもらえることになっとった。東条会に戻れるっちゅうな。東条会？あ、いや、お前は知らんで英語で。じゃあもしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの？大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう殺されんで済むっちゅう話や。本当に？お前んとこの店長やろ、信じたれや。ほな、仕事が終わったらまた来るで。ええな。Maybe I'll drop by a cabaret club like Yamagata-han suggested on my way back, or on my way to check in at the Grand. I might see one of the Hōgenji Yokucho area, maybe it's worth a check. Okay, well let's go there then. Okay, Kara? お客さん、ちょっと遊んで行かれませんか？ Okay.私この店の店長のヨーダと申します。ヨーダ、当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。いかがです？ヨーダ、Sunshine, I didn't know there was a spot like this tucked back in this part of town. この店はキャバレーか？ いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか、ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんのや。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。 Okay, guys like Yamagata, I wouldn't recommend them without good reason. Gotta be something to it, so guess it's worth a look. わかった、案内頼むわ。その代わり、ちゃんとナンバーワンの子つけてくれや。もちろんです。さあどうぞこちらに。Okay, I wish that this is gonna be better than the Five Billionaires. At least the gameplay, I mean. Yes, the mechanics. Man, I've been to livelier graveyards than this. Not a soul in here besides me. お客様、お待たせしました。ん？ What? 当店ナンバーワン嬢、ユキちゃんです。ユキちゃん。どうも、ユキです。ユキちゃん、よろしくお願いします。およろしくな。 For this club stop girl, she's pretty low key. I mean, yeah, she's really pretty though. それでは乾杯しましょうか。乾杯。Is this lady seriously the best they got here? I guess she's not talking that much, right? That's why Majima is saying this stuff. すみません。私こんなんで。いや、別にいいけど。でも、ほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ、一応。ただ、この店に在籍してる女の子。私を含めて3人しかいないんですけどね。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい。
ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター？なんやそれ。蒼天堀ファイブスター、蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。 The five stars. 彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない？なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。ヨーダ？ん？毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです？ He looks like ないでしょう。Killua was brother in Hunter x Hunter, if you know that show. さっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいますよ。な、何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。ああそうだ、そういえばあなたの娘さん東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー可愛くてびっくりしましたよ。いやーそれにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。 Dude, what is your problem? お前娘に何かする気か。さあ私は別に何も、ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから、くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますゆえ。くそ、私はどうすればいいんだ。店長。どうすればいいんだろう。
What can I do? いろいろ大変みたいやな、店長。He's on the job. あ、お客さん、すみません。お恥ずかしいところをお見せして。気にするな。それにしてもなんなんやあいつ。蒼天堀ファイブスターだったか？なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターはお互い手を組んで蒼天堀のキャバクラをすべて自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべくたくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず金を使った引き抜きや嫌がらせ暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかしなんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんよ。詳しいことは分かりませんが噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す？はい。なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することでそこに渦巻く金や利権人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もう奴らの要求を飲むしかないんですかね。あんな奴らの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが。Okay, don't much care what happens to this town, but the thought of people like that doing whatever they want pisses me off. Plus, if I let them go now, there'll be trouble for the grand bottom line down the road, which means trouble for me if I'm still around. I'm curious about the cabaret club business too. Maybe I'll try to learn a bit more by helping out around here a bit. しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って確か敏腕と噂のあなただったんですか？まあな、俺としてもそのファイブスターとかいう奴らにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わ。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したので。いいんですか？グランドの支配人さんがこんなさびれた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラっちゅう業務形態に興味もあるからな、いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございます、お客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。マジマや、一丁頑張ろうぜ。マジマさんですね。何卒よろしくお願いします。
Okay, we'll do it. So where are the other girls then? Okay, this is the back office. Yes. It's mostly served as a staging area for the staff. I organize things back here. Manage the girls, that sort of thing. Speaking of, what would you say to taking over as manager, Majima-san? Would you mind? Say what? Manager? Just like that. Yes, sir. You certainly have the experience, and I fear Sunshine can't reach its full potential under my direction, so I'd give you total authority. Of course, I'd still be here supporting you in any way I can as floor staff. So, will you do it, sir? Yeah, alright. If you're that serious about this, I'll do my part too, so leave it to me. Thank you so much. I'm at your disposal, Manager Majima. Feels a little weird hearing that from you. Okay, now, if it's alright with you, I'd like to jump right into the explanation of how a Kaibari Club is run. Okay, so we're gonna get tutorials now. That's it. There's a lot to cover, and I know you're a busy man, so let me know when it's a good time for you, sir. So, I guess this one is gonna be much more... How do I say this? Much better gameplay, right? Because for the other one, it was basically like an idle game, right? And then we had some stories, we have some cutscenes, but this one, actual gameplay, so we're gonna see how it happens. Gotcha. Do I just talk to him? Okay. Hello. I'm Majima-san. I was thinking this might be a good time to tell you or run you through the basics of Kaibari Club management. Do you have a moment? Yes. Lay it on me, sir. Right. Then let's get to it. Yes. At Sunshine's popularity increases and the clash with your rival's club heats up, the drama would unfold. By driving Sunshine's popularity up, you can transform it into a tremendous profit. So basically, I need to do the game multiple times then until we can activate something, I suppose, right? I'd say that about covers the basics. Anyway, I need me to run back through that again? Nah, I get it. Sure thing. Okay, next step is, let's have you actually open the place up and do a round of prep. This is the sort of thing where the quickest way to learn is to actually just do it, so let's give it a try. I'll chime in with advice as we go. Alright. Let's go. Okay, three options. Prepare to open. Open for business rival battles. Var abilities? Physical appearance looks. Special training? You can only train one girl at a time. Makeovers. Choosing hostess for a shift. Oh, this is a lot though. A lot to pro. Let's just try it, man. We will learn as we go. Endo Namiko. Makeover Yuki-chan. Wow. There's actual what do you call it? Background music for this one. Okay. Maybe theme song. Wait, do we need to change our outfit though? This is good, right? Hairstyle. But her hair is very nice already though. I like her hair though. Makeup, accessories, coordinated set. But she's kind of good already though. Special training with Yuki-chan. Yes, let's try this. Okay, let's do a little conversational training. Yes, thank you for your help with this. What's up, Yuki-chan? Are you nervous or something? No, I wouldn't call it nerves. It's more like battle butterflies. Is that so? Well, I guess that's encouraging enough. Alright, are you ready to pretend I'm a customer? Hi. Yes. Hello, customer. I'm Yuki. I look forward to a fun conversation with you. You sure you got this? Yeah, she felt she is kind of dead.
Okay, well, let's start with an easy topic. Tell me about some hobbies of yours, Miss Yuki. Okay, at least there's voice lines. Yep. Come to think about it, I don't know much about you either. So let's use this a little practice to get better acquainted, eh? 趣味ですよね。何かあったかな? My hobbies. 趣味、趣味。I like to hunt rabbits and cook them. I got anything? はい。私、無趣味でした。What? You better pretend. You can't say that. Just pretend to have a hobby. Oi, oi. If you want to be a hostess, that kind of talk ain't gonna cut it. Yes. You just flatlined the whole conversation. だって、私本当に無趣味で。あ、趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日日記を書くようにはしてますよ。I mean, yeah, there, you could have said that. A diary, huh? That's a great start, actually. What do you write about in it? 今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。Bonsai? Bonsai? Hey, wait, 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 back up a bit. Bonsai? Eh? Wouldn't you think that tending bonsai would count as a hobby? I bet your older clientele would love hearing you babble on about that. Oh, we got it. Majima-san って意外とよく気がつく人ですね。What? Yes, I'm sharp. Are you saying I look dumb, Yuki-chan? Anyway, why didn't you mention your bonsai hobby in the first place? True. 私なんて盆栽歴8年くらいですから。盆栽界の中ではまだまだひよこ。趣味なんて言ったら先輩たちに怒られちゃいます。Dude, 8 years? I don't even have a year or a day on bonsai year experience. I see. Well, I think it's pretty amazing though. Okay. Why is she's so bad, man. You're not even saying anything. You really climb up when the guest stops talking, don't you? Yeah, if you're a hostess like this, you gotta keep talking. The guest is there to talk to you. So you need to make up anything. Just say anything. そうなんですよね。なんか、私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。I mean, that is why a person goes to your cabaret club because they want to talk to you. Yeah. Impolite, that ain't the right idea at all. Our customers are here specifically to talk to girls. See? Yuki-chan, you gotta lead them in with some topics. でも私、お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう? Try to compliment them, yes. それじゃあ。If you're drawing a blank on something to talk about, try a compliment. Ain't a man in the world who would turn down a compliment. 褒める? Yes. 顔とかを褒めればいいんですか? Yes. Say that he has a big ass. Yes, his face, his voice, maybe his personality as well. If he looks even a little well off, try saying something nice about his clothes, his shoes, or hell, even his watch. 私、真島さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。伊達に変な眼帯してませんね。あ、ちょい待てよ。Wait, is that your idea of a compliment? え、あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど、すいません。Oh boy, the road to success is gonna be a long and bumpy for you, Yuki-chan.Okay, let's see. What else is a good conversation starter? Do you have some kind of talent? Maybe... on second thought, scratch that. What are you talking about? I have a talent くらいありますよ。
Oh no, no kidding. Okay, what is it then? ですね。よくお年寄りに好かれたりしますよ。Okay. I mean, that's not a talent type. You're a grand type. You're a grand kid type. なるほどな。I see. The old guys fancy you, do they? I suppose you do seem a little like a grand kid. そうですか。孫っぽいかはよくわかりませんが、昔からおじいちゃん子ではありますね。Makes sense, but that is actually a big plus in their line of business. I could lend you, or I could let you handle all the grandpas who roll through the doors. あ、ありがとうございます。じいさん以外もできればいいんですけどね。She was so happy there, but and then she said, "But it would be nice to get a break from the grandpas." Alright, let's change gears. Why don't you tell me about a weakness you get instead? Anything come to mind? 苦手なこと、たくさんありますけど。Yeah, why does not... Or why does that not surprise me? もう、失礼ですね。Oh, she's angry. I'm just messing with you.Well, if you got a lot, how about you pick one for me? Anything's fine. そうですね。真面目な話をしますと、私、男の人と話すことが苦手です。え? If you're no good at talking to men, why the hell would you work in a place like this then? あ、それはですね。そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。You know, I'm a man too. You do realize I'm a man too, right? あ、確かにそうですね。真島さんとは私、普通に話せますね。Then just think of like every people you talk to as friend.Or think of them as Majima. And why is that? Because I'm such a supportive and considerate guy? それはないですよ。マジマさんは多分男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。Dude, that kind of hurt though. 何やぞ? Hey, what the hell does that mean? すいません。Alright, I think that's good. That's a good starting place. We didn't max her out though. Hey, thank you for the lesson. Sure thing. Good job. So let's see. Good lesson. That was a pretty good lesson. Well done, Yuki-chan. That went better than I thought it would, actually. You might just make it through this. Oh, thank you. I'm so glad. Keep it up and you'll have this customer's melting like chocolate in a dashboard. Right.I really think so. I do feel a lot are a little more confident. I'll do my best to work a lot harder. Level 2! She's beauty and she's cute, but she's not sexy. She can be funny though, right? But yeah, the other girls you have here looks like they're super old. Look at this.15,000 veteran with refined skills. Used to work at a high-end club, Endo and Namiko. The star of this club, she's a diamond in the rough who could shine. She's gonna shine. Cass and Judy. Okay, how do we start this then? Prepare. Open for business. Yes.いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。Okay, club operation screen. How do we do this? Talk for standby. Goro Majima-san. Sunshine Fever. Serving customers.Extensions and requests. Okay, we'll just learn as it goes, I suppose. いらっしゃいませ。どうぞこちら。
Okay, he wants skill up. So we're just gonna put a girls on which the guys want. So what do we do with this though? Wait, how do we do this? Wait, what? No. Oh my god, what did I do? What do we do when they call us? I did not check though. Zoom, Fever, move cursors. Yes. Controls. We made it. Poor. We don't have another girl with skill though. We don't have any more girls, yes. Okay, so please call me. I want to see how it works again. The other girl was calling us earlier, right? Okay, they're triangle, I suppose. Wait, what is that? Ladies' glass? But I didn't check. I just guessed there. Thank you, sir. Okay, so we need to press triangle there. Okay. I didn't know that. Why did I say poor, though? Okay, what do you need? L, what is L? Towel? Guest glass? Okay, guest glass. L is guest glass. Okay, I need to learn the signs though. The C one is for the girls' booze, I suppose. L is for the guys' booze. Love. Poor. Dude, oh my god. Oh, he declined it though. Okay, I'm getting used to the controls now. It's kinda hard. Add a little bit. Okay, he doesn't like this one. Honestly, it's kind of bad though. Yeah, we need better girls here. The mood is kind of bad. Yuki's HP is very low. I mean, she literally got zero now, almost. She's gonna pass out. No, we can't shift though. Oh, Yuki's gonna die. She doesn't have HP anymore. Moshiwake gozaimasu. Arigatou gozaimasu.
Okay, we protected her. Yay! We need more H trouble again. I leave. Fever するぜ。How much we made? 3 million? Okay, we did it. We finished. 70,000, 2.4 million. We made a lot of money though. Plus 155. ありがとうございました。ありがとうございました。So first time for everything. It's pretty good, yes.Not too shabby. Still, we're short on guests and gals. Is there no way around that outside of the daily grind? If you wanted to hire new girls, I suppose scouting them around town is the quickest way. Okay, we need to find more girls. And word of mouth from everyday business is one way to bring in new customers. But I hear signing deals with other local businesses is also effective.Oh, I need to partner again. So basically like what we did with the five billionaires, right? But I suppose this one is going to be much more cheaper compared to the other one, right? Because this is not really a real estate thing. Makes sense. Scout for girls, partner up with local shops. Got it. It looks like I'm going to be busy outside the club too. Hi. Absolutely. The whole city is our battleground. And there's a lot to do, but good luck, sir. I'll take my best crack at it anyway.This place really needs more girls. Hardly any point to opening the doors as it stands now. True though, we are really struggling here, honestly. With the stats of the girls, right? We need much more higher stats. There's girls over the grand I got from Odyssey in that trade. As long as we got Nozomi, we're covered at the grand. Should it be fine if I bring the rest over here? I'll put it on the in that call now. Ume. Kirara.I'm amazed, if not surprised, Majima-san. Hard to believe that was your first time. Keep that up and we just might really manage to beat those bullies back. Oh, Hino is back. And which bullies might those be exactly? Oh, Hino. I'm here for your answer as promised. Well, ready to sell this hovel to me yet? I told you before, the answer is no, sir. I see, and I was hoping to do this amicably. Shame on you, sir. Oi! Okay, you lot. Break them apart. Mm-hmm. What are you doing? Teach this stubborn fool the reality of a situation. Oi. So you resort to violence in the end. You're a coward, Hino. Sticks and stones may break my bones, but...We'll see which comes first. You give me what I want or you die. Either way, I can't wait, so just do it. Hold on. Hold up. What are you supposed to be? Name's Majima. Yoda-han asked me to take over operations here. And as long as I'm standing, nobody's making trouble in my shop. A new manager, eh? I see. I'll grant you. It's a wiser choice than letting a dimwit like Yoda keep running this dunghill into the ground.And you seem like you know your way around a fight, so you're the boss and the bouncer. Clever choice for an idiot. I'm impressed, truly. What do you want us to do? Take this guy out, too? Or... Yeah. Nah, I find myself curious to see how they plan to claw their way out of this hole. We can crush them anytime. I look forward to being entertained as I watch just far or how far you manage to crawl after making enemies of the five stars.You're lucky today, Yoda-san. And Majima-san, well, why don't you try your best? If I get bored, I'll drop by and swat you down like the flies you are. Bring it, Porky. Enjoy watching your wobbly little house of cards come crumbling down on top of you. Hope your ass is ready to get buried. We'll see how long that big talk lasts. I advise you to not take the five stars lightly. Is it gonna be the last enemy we're gonna be fighting? They got five clubs, right? Okay, thank you, Majima-san. Don't worry about it. The real battles is just starting. We gotta whip this club into fighting shape fast if you want to take them on. We will. I'll give it all I've got, Majima-san. Anytime you want to open a club for business, just let me know. Anytime at all. I just got my hands full with my own place too, so I can't be here around the clock. I'll make a point to drop by whenever I got a minute though.
So that's one of the Sotenbori's 5 stars. This might be tougher than I thought. But I guess we're just gonna do this one. Yes. Mysterious woman, Goro Majima. Things are about to get interesting. Who is that though? Okay. So yes, we will end our episode there. So very nice scenes in the beginning we got, right? Some cutscenes with Mr. Lee, Majima, Makoto. I love the stories that they were talking about, the histories, what happened to Makoto back then, Majima telling Makoto about him or himself, right? And then we got this one, Cabaret Club. I think it's going to be much more enjoyable than the 5 Billionaires, at least gameplay-wise, right? Because this is actual gameplay. You can make over the host, talk to them, train them, whatever. But the other one, the 5 Billionaires one, was pretty much like an idle game, right? Invest here, wait for 10 minutes each time. And it was, honestly, it was a pain. I liked the story. The gameplay was just a pain, not gonna lie. But here, I think I'm gonna enjoy this much more. So yes, we'll continue this. And I think we'll just try to finish up this Cabaret Club, right? As I want to finish stuff sooner. So when we go later in the episodes, it's pretty much going to be the story left, right? So yes, we're going to continue this and do more Yakuza 0 in the next one. So I'll just see you then, guys. Bye-bye.